この幅は相手にとっちゃ厄介ですよね。いやいや、本当高さと幅というのはすごく大きいんでね、あと重さとかね、高め、おー、エンドワン決めてきた。ハンドオフからスクリーン、それでインサイド側に入れて電線交差せないようにしたんですよね。松井の中目激しく三井が行く、長亀かわす、長亀入っていく、決めた。今日はドライブが切り切るして、このシュート落ちます。今度は東京が走る、ロシター、手前には田中もいる。ここは長亀だ、来た、ツーポイント。スリーポイントが本当得意なんですけどね、非常に思い切りのいいプレーを見せています。長亀だ、わあ、また決めた。安藤には、さあここは長亀です。出力定評ありますが、なんとかロシターにつないで、2人がかり止めに来たんですが、逆サイド空いていた長亀、決めてきます。いいですね、素晴らしいですね、長亀ね。ただこのピックを使って、今度はロシターロールターンから外に出す。最後長亀、今もう目線でワンフェイク入れてましたね。ですね、ベテランの菊池も入っている。大阪部うまいフローターショット見せました。ねえ、あの宇都宮通算できていますが、今度は来た、あと大阪部、あー来ました、スリーポイント、ツーポイントですか、ツーポイントですか、あーツーポイントです、マンツー、あでもマンツー変えましたね、スコア成功した時だもん、はい、大阪部ジャンパー決めてきました。ヘイラー、大阪部3お返し、プッシュ空いた、キック海外行くが裏から来ない、あ惜しいな、かなり急いでチャスブレイクに入ったんですが、逆に大阪部、ね、この切り替えの速さですよね、はい、苦しいですね、ですね、なかなかそのセカンドボールも東京が拾います。はい、こちらスキットパス、大阪部空いた、コーナー3来る、そしてもう一度大阪部ショットクロック残り2秒、中に入ってきてカーブ、まあスイッチしたっていうのでね、大阪部は今日2つ目のファールです。これ早かったですね、はい、ここはしっかりと中で合わせていきました。大阪部またスイッチしてますよね、大阪部スリーポイント狙ってきて、ファールもらってエンドワン、1回目ダメでニュービル選手が受けに来て、それで得点まで行きましたから、そうですね、あここは大阪部決めてきます。大阪部ショットクロック残り6秒になります。大阪部行く、あエンドワン、よく決めましたね、今シーズンアルバルク東京3年目です。テイズ選手のディフェンスいいですよね、手長いんですよ。大阪部外に出してテイラー、もう一度大阪部スリーを打つ、田中から中入ってくるフローターショット、大阪部が来る、さあヘンド伸ばしてく、おっと、大阪部得点が認められます。いやあれ結局決めてきました、そうですね、1個止めてまた2つ目がここは来ました、ね、そういうことなんですね、2の矢3の矢という形で得点を取ってきます東京です。田中大輝ダブルチームで行く、ここはペイントアタックキックアウトして、大阪部2ポイントのジャンパー、これが入りました、やってきましたね、そうですね、はい、バイク席のプレイヤーにマッチアップしてるんですけどもね、はい、大阪部中に入る、うまい、いい突破力になりました、大阪部大輝です。大阪部ジョーダン・テイラー、テイラーの中に入る、もう一度外、大阪部決まりました、ショットクロックギリギリ意地で沈めてまいりました。再びリードはアルバルク、野本対吉井でした、失礼しました。さあそして中大阪部、わあここは一人でファールももらってますね、止まるカウンター、斉藤一回下げてますね、3ファールですからね、はい、斉藤に代わって伊藤達也です、またゾーンプレスで来てますね、ただここ大阪部はそれを見てアタックいきました、サイズの壁、大阪部の3ポイントが決まり始めています。田中大輝ダブルチームちょっと見せた渋谷、さあ入っていく大阪部、キレがあります、ついていく石井、大阪部フローター、
今一生懸命あのイセイトコーチがあの3秒オーバータイムじゃないかっていうことをね伝えてましたね、レフェリー。小坂部スイッチ、小坂部スピンムーブから入っていく、レンドラメの肩のディフェンス、かいくぐってねじ込みました。小坂部対タッチアウトサイド、そこまでは今良くないのかもしれません。ハレルさん、サイズサイズスタートしてオープンの小坂部のスリー、小坂部今日スリーポイント。さあアルバルクのポゼッションです。バランスキー、バランスキーと森ザネ、お坂部のスリー、ちょうどミスマッチはどうしても発生しています。お坂部、お坂部がステップを刻め、あ、これも来ました。いや、シュートの確率非常に高い今日の東京です。はい、インサイド田中がいます。時間を使いながら、お坂部自分で行った、ブロックに来たんですが、カウント、あ、決めています。これでお坂部12ポイント。もうちょっと足間大丈夫でしょうか。足がずっと滑ってました、金丸浩介今日は3ポイントまだ落としていないが、今日初めて落とした金丸。そしてお坂部が走っていく、決まります。いいですね、お坂部選手のスピード、ここで光りましたね。アタックしていきたいですね。そうですね、まあ、少しずつ今島根のアウトサイドも、はい、落ちている時間なので、はい、まあ、そういった中で先ほどのシュートは落ちているという島根、対してアルバルク東京、こういったディフェンスから攻撃につなげていきたい。スリーポイント、いいですね。今日のスターター起用に早速応えました、お坂部大輝がスリーポイント。若手の吉井がいい仕事を見せている。これに残りの選手たちがどう応えるのか。一瞬の隙を突いてスリーポイントを入れていった。